エウオプロケファルスは中世代白亜紀後期カンパニア紀からマーストリヒト紀に北アメリカ北西部に生息した体長6から7メートル、体重2から3トンの装飾恐竜である。名前の意味は立派な装甲をつけた塔で全身が装甲に覆われた極竜科目の一族である。和名ではユウオプロケファルスと英語発音で呼ばれることもある。 極竜類の中でも最大級の属であり、また最も研究が進んでいる。15体分の頭蓋骨、複数の歯、および1個体の装甲がまだついた状態で、発見されたほとんど完全な骨格の標本が報告されている。また、発掘例の中では、尾のコンボが最も多い。尾の先には個室の塊でできたコンボがある。この特徴により、 アンキロサウルス化に分類される。しかし、トガを代表するアンキロサウルスは、発掘例が少なく不明な点が多いため、アンキロサウルス化の特徴とされるもののほとんどは、この属に基づいている。梱棒は、ティラノサウルスなどの天敵に対して、強力な武器になったと考えられているが、見た、木の抑止力や種族内でのディスプレイであった、可能性も高い。頸部や背面は、 体上の骨盤で覆われ、背中には多数の骨質のスパイクが突き出ていた。広い口ばし状の口を持つが、葉は小さく柔らかい植物を食べていたと考えられている。またエウオプロケファルスやアンキロサウルスなどの北米産のアンキロサウルス科は、幅広くずんどのタンクのような腹部を持ち、口で刈り込んだ食物を発酵させることによって消化していたのではないかと推測されている。 死は短いが、後ろ足の方が長く、また足跡の化石からは見た目から想像するほど、鈍足の生き物ではなかったことが分かっている。1902年、古生物学者、ローレンス・モリス・ランベにより最初の標本が発見され、学名として、ステリアセファラスを提案されたが、その名前はすでに昆虫の学名に使用されていたため、1910年、ユアプラセファラスに変更された。 この新しい学名は10法以上の正式な科学文献にスペルミスによる誤った方法で記載されている。またエウオプロケファルスはかつて一度アンキロサウルスと同族であると考えられたこともある。模式種がエウオプロケファルス・トゥトゥス、2番目の種がエウオプロケファルス・アクトスコアメウスである。E. アキュトスキミアスはもともと1924年にウィリアム・パークスによって発見され、 ディオプロサウルスと命名されたものである。また、かつて世の梱包にトゲを持つ姿で復元されたスコロサウルスは、トゲの位置の復元が間違っており、実際はエウオプロケファルスであったことが指摘されたが、2013年にディオプロサウルス、アノドントサウルスと共に、エウオプロケファルスとは異なる属として、改めて記載された。また、現在タルキア属とアンキロサウルス属とされている。 標本の中にはエウオプロケファルスの種が含まれていると考えられている。エウオプロケファルスの化石は40人以上によってカナダ、アルバータ州及びアメリカ、モンタナ州で発見されている。ありがとうございます。